これでも全国的にピンポンでしょ。おお、ピンポン。インターホンって言わない。そんなピッピって言わない。そういやいやピンポンね。ピンポン。これ聞きたいね。ピンポンって言わない人いるんじゃないですか。いるのかな。ピンポンダッシュ。ピンポンダッシュでしょ。ピンポンじゃなくない、だってそもそも今。ピンポンって言ってるのはやっぱりあの平成の前ですよきっと。うん、まあ確かにね。いマンションとかピンポンっていう名前じゃないもんね。もう名前っていうか音じゃないでしょ。ああ違うね。トゥン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 みたいな、なんかちょっと違う名前じゃない。それおしゃれだね。あれ自作でそんなの。やっぱピンピロリロリロみたいな。ああはいはい、あそうだね、うん、ピンポーンでしょそれ。あそうだね、俺らが言ってんのね。確かにね。うん。これ、もしかして、ピンポンって、言わないかもしれないですよ。ね。平成の人なんて言うんだろう。あー、なんだろうね。え、インターホンっすよね、みたいな。めっちゃ、冷めた感じで言われるかも。ドアホン的な、みたいなね。ドアホンね。確かに。お、この感じだと、ステッカーはもらえなそうですね。あ、すっかり忘れた。